今回は、えー、本棚の紹介第2弾を取っていこうと思いますまずは白い本棚です3列、引き出しになっていてお気に入りの本棚です私の机のすぐ横にあるのですごい読み返してる本だったり参考になる本、電動入りっぽい本を中心に置いておりますでこれがえっと本棚のま一番手前の棚の一番上の 本棚です。なんか「ノルウェーの森」とか,なんか村上春樹さんの本って文章がやっぱりすごい上手なので読んでるとこう,こういい文章に触れた気にすごくなるので好きだったりあとやっぱ小説として好きな本がここがすごく多いですね。いい夜田辺聖子さんのとかあと豊島美穂さんの「夏が僕を抱く」とか。 あと、津な理恵子さんの、あの、葬儀の日はもうマジで、殿堂入りで好きな短編集だったり、あとエッセイだとオンダリクさんの小説以外とか見えづらいんですけど、海外文学の、あの、風と共に去りぬが、こう、左の端の方に、ややが見えてるかと思うんですけども、も風と共に去りぬも横にあって、これ五感文、丸々ここに置いてあるので、結構なんか、風と共に去りぬとかもすごい読むと元気になるので、割とこう、 元気になりたい。本として置いている本が多いです。で、これが2段目ですね。ちょっとここは棚がの縦幅が大きいので、こう。殿堂入りの中でも。割と大きい単行本の本を置いてありますね。劇団目、安猫さんのあったかから、私はメイクするとか、なんとなく読むとこうテンションが上がるので、すごく重宝している本ですね。はい、で、これが。 ちょっとちっちゃい棚なので本棚とカウントしていいか謎の穴詰めの本棚って感じなんですけど <laughs> もともと作り置きの棚があってで多分おしゃれにちょっとなんか飾る用の棚なんでしょうけど普通に本棚にしてっております一番上の黄色い置物こう私の笠の間社員さんの本をこう想定をのイラストを担当してくださってる方がすごくかわいいリスの黄色い。 この着物を作ってくれたので、結構気に入って飾っております。かわいいです。で、えー、とその下は割とこう、漫画だったり、あとその3段目の棚は刺繍・花歌集棚にしております。こう歌集のいろいろ集めてたり、雑誌だったりっていうのをこの辺に置いてありますね。歌集はね、あの、版がね、結構バラバラなので、こういう。 縦の幅が大きいと本棚に入れやすいですね。はい、この下は完全に物置というかコピー用紙とか <laughs> 領収書のファイルとかを置いております。はい、でこれがえっと結構背の高い本棚になっててほとんどちょっと天井の手前ぐらいまである本棚になってます。一番上にはこうエコさんの恋人の年間とかあと結構でかい本を置いてたり、あとファイルは入生時代のなんかレジュメとかを ままとととめててておきたたいいのだけ置いてたりとかします。ちょっと捨てられなくて <laughs> で、えー、とその下が文庫のここら辺はこの棚は全部もうほとんど評論人文棚で丸々置いてありますね一番上の棚がまあ万葉集がちょっと手前にはあるんですけど一応人文系の文庫本系あんまり日本まあ日本中心だけど一応海外の人のもあるみたいな感じです はい、でこれが2、3段目ですね。2段目が、まあ、人文、文庫引き続きって感じで,で、3段目が万葉集計の棚になっています。2段目は、まあ、ざっくり人文系の文庫を置いていて、まあ、ちょっと文芸評論多め、基本ここに置くようにはしているんですが、 まあ、特に関係のない羊飼いの暮らしとか、あと吉田剛さんのインタビュー集とかあるので、まあ、深い分類はしてない感じですね。新書の棚の置ききれなかった新書たちがここにあったりします。すごい面白かった少女漫画家家の歴履歴書、桜庭和樹さんの少年になり本を買うのだっていう読書エッセイ集とかもすごいこれ実は面白くて、とってもいい本なんですけれども、 もう多種多様な本が紹介されていてちょっと読むと私も本読もうっていう気になる <laughs> 本だったりします。で、えっと、3段目がこう「万葉集釈集」というこれ万葉集のね注釈書なんですけれどちょっと院生の時に生きがいしてからなかなか実家にもう場所取るからいつも置いとこうかなとか思うんですけどちょっと万葉集系のね本を書く時にどうしても参照したくなって結局置いて。 ちゃっっっててるいう感じだったりしますあとちょこっとその「万葉集」系の「これって何に書いてあったっけ?」とか調べるのが便利な「万葉集」の歌人と作品とか置いてありますね。この私の「万葉集」の1から10を揃えて置いてない感じからちょっと性格がバレるのではないでしょうか。こういうの揃えておける人すごいよね。置けない。 でこれが4段目の,あのいろいろ画集とか、あとパンフレットとか、なんかムックとか、結構大きいファンの本を置いている棚ですね。結構私の好きな東山会の画集もすごく、すっごい綺麗な青い色の絵を描く人。この東山会ってすごいエッセイもすごくいいんですけどね。あとその、 タペストリーこの懐かしの世界史のタペストリーなんかでなんか調べるときに便利だな、これとか思って実家から持ってきたんですあと、まあ、右にわちゃわちゃあるのがパンフレット系ですね。で、これがもうその下の段ですね。だんだん引き続き人文書系なんですけど、基本的には日本の人文系単行本っていう分類になっているはずです。 であとは文庫本がその下にこ,うこの辺はね本を書くときにこう参照したくなったりするのでこっちで持ってあるっていう本が多いですね一番下ってこう重い本を置くといいみたいに言うじゃないですか地震対策的にちょっと重めの辞典とかを置いてあったりとかします 変な本があってもあんまり突っ込まないでください <laughs>、はい。で、これがえっ、ー、と漫画棚になってますね。ここの棚は前にゴロゴロこう移動式の棚があるタイプの本棚なんですけれども、一つの段が大きいので、やや版が大きめの漫画とかを置いたりしてます。なんかメタモルフォーゼとかパラキスみたいな、ちょっと 大きいタイプのの漫画を置くのに便利な棚です「ニューヨークで考え中」っていう近藤秋乃さんのエッセイ漫画がもう本当にこれ紙でねぜひ読んでほしいっていう自体の作りがこうなんかパタッと開けるようになってたりとかすごく紙質が綺麗だったり電子でももちろんいいんですけどめちゃめちゃ紙で読んでほしい漫画なのでぜひぜひ読んでみてください。私のの漫画の好みがバレますね そしてメタモルフォーゼの縁側が入れ方が揃ってない。なんか一つひっくり返っててややお恥ずかしいです。はい、でその下にはマスターキートンの全巻があります。マスターキートン最近あの電子になったんですよね。で私マスターキートン大好きで、ちょっと紙で思わず買ってしまいましたよ。 でその横の棚が、まあ、のだめとか、あのー、足原ひな子さんとか、水み瀬しとなさんの漫画とか、基本的にここは漫画棚になってます。漫画のほにね、DVD とか、結構宝塚系の CD とかも置いてあったりする棚なんですけど、写真撮るの忘れました。はい、でこれが、これも私の部屋の中では、3つある大きな本棚のうちの最後の1つ、私より背が高い本棚なんですけど、もうこの本棚が一番カオスで、 ちょっとすごくいっぱい入るので奥に2段で入る結構奥が深いタイプの本棚なので割とこう2段に重ねて置いちゃえるともう結構ワンバカ本を置いちゃえるので一番カオスっていうか整理ができてない基本的に今こう著作で。 参照したくてすぐ開きたい本とか、あと結構積読してる本とか、あと買ったばかりの本とかは基本的にこの棚に置いて読み終えたりとか、直近の本では参照しないわっていう状態になったら、それぞれのハードカバーだなとかに置くようにしたりとかしてます。この右上にあるのは割と、 プルーフをね、私は最近はありがたいことにいただくことがあって、そのプルーフとかここに置いてあったりとか、左上の棚は割と最近のちょっと古典の本を書いてて、その古典で使う本がまとめて置いてあったりとか、あとちょっと積読してある本も置いてあります。どれが私の積読でしょうか。 でここがもう下の棚は基本的に人文書ハードカバーその2って感じです特に文芸評系はさっき紹介したこう文庫とか置いてあった棚に置いてたんですけど文芸評論でもない人文系の本のハードカバーは基本的にこの棚に置いてますねちょっと奥にも本があるので見えない本とか多いんですけど右の棚は宝塚 コーナーナだったたり自分が昔書いた文,文の本とかが置いてある棚ですね。もう宝塚のさ雑誌がさどんどん増えちゃってみんなどうやって管理してるんだろうって本当に私は謎です。どうしようこれ以上本棚を侵食していったらでもちょっとそろそろやばいんだよな。でこれがえっと下の段の棚ですね。 ここら辺はね、積読だったり、最近買った本だったり、この棚も机のすぐそばにあるので、類語辞典とか、疲れた時に眺めて楽しむ、写真で辿る美しいドレス図鑑。これ結構高かったんですけど、あの、清水買いしてしまったあの。机の横なので結構パッと取って、パッと読める。 写真が見切れている、えっと、右上の棚は24年組の本たちがいろいろ置いてある棚だったり、あとその下は足立光のこれも戦艦買ってしまった H2 だったりクロスゲームとか,なんかめっちゃ好きなんですけど置いてある棚ですね。 とは結構最近の新刊とかがこの辺に置いてあったりしますねもう2つぐらいなんですかこの下にあるんですけど写真がね撮り忘れたはいというわけで私の現在の家の全棚をご紹介してきたわけですけれども楽しんでいただけましたでしょうかちょっと私の本棚の汚さにびっくりした方も多いのではやけは雑な性格してるなぁと思っていただけたらと思います 基本的にね本棚っていうのは何度も言いますがやっぱり自分が使いやすいように置いてあればそれでいいのだと私は思っておりますので是非ちょっと綺麗な本棚にするコツとか皆さん考えているコツとかあったら是非是非コメント欄で教えてくださいあの私前編の動画でも言ったんですけどちょっと引っ越すことになってまた本棚を新しく一から作ることになったのでその本棚も できれば綺麗な本棚にしたいなと思っているので本棚を作るときのコツなどもしあったらぜひコメント欄で教えてください。はい、というわけでえ見てくださってありがとうございました。ぜひ前編の動画も見てみてください。ありがとうございました。